旧、京成ストア本社株式会社、京成ストアは、リブレ京成の名称でスーパーマーケットなどを店舗展開する株式会社である。京成電鉄完全子会社であり、京成グループの企業の一つである。京成カード加盟店。かつての京成工業のストア部門が独立して発足した。1984年10月に市川京成を九州合併した。 当初スーパーマーケットは社名と同じ形成ストアと称していたが創業25周年となる1985年4月にコーポレートアイデンティティを導入して原点名となった一部店舗を除きエプロンカードと称するポイントカードを導入しているビッグデイサービスをはじめとして毎週火曜日の冷凍食品4割引など毎日がさらに お買い得な日替わりサービスを実施している。2017年6月5日に本社を千葉県市川市市川に移転した。かつては京成電鉄時刻表の発売元でもあった。京成電鉄沿線を中心にスーパーマーケット28店舗。2009年までは茨城県南部、埼玉県1店舗でも店舗を展開していた。 メイン出店地域の千葉県内の店舗も、急速に数を減らしている。同社で他に展開している事業としては、ドラッグストア2店舗、柿販売店、京成フラワー4店舗、京成上野駅、成田国際空港内で、土産店、ギフト京成ジャパニーズスーベニア、レンタルビデオ業などがある。かつては、京成線、東洋高速線駅構内の売店、ミニショップも運営していたが、 京成線は2014年からファミリーマートへ切り替えられ、東洋高速線はデイリー山崎へ切り替えられた。現行店舗の詳細については公式サイト、店舗案内を参照。市川京成東京都、編集千葉県、編集元ファミリーマート元セブンイレブン店舗面積6065平方メートル。現、京成電鉄本社店舗面積722 店舗面積2174平方メートル。同じ地盤に本社事務所がある。2017年9月1日、リブレキッチンコの大店、ウィズコミュニティストアとして、開店2018年9月1日、リブレキッチンコの大店として、リニューアルオープン店舗面積855平方メートル。現、薬の福太郎、現在営業中のアルビス前バル店とは別店舗源。 ロピアゲン、業務スーパー、松本清志店舗面積1577平方メートル。店舗面積800平方メートル。ゲン、ドラッグストアクリエイトゲン、業務スーパー店舗面積2174平方メートル。形成ストア1号店形成ジョリー・リブレ形成、ツルカメランド、セブンタウンゲン、コモディイダゲン、ファミリーマート店舗面積1165平方メートル。 1995年3月にラパーク洗浄台に移転。2020年2月にラパーク洗浄台から撤退し、閉店。3月にはラパーク洗浄台自体が撤退し、現在施設はイコアス洗浄台。かつて形成リブレが位置した一角はロピアチシロ大店となっている。埼玉県、編集茨城県、編集店舗面積660平方メートル。 現在空店舗店舗面積1497平方メートル。現、町の市場プロマートドカシラ店店舗面積514平方メートル。現、介護施設店舗面積1329平方メートル。三津街道プラザの各店舗、1977年までに、閉店ヨークマートム m 丸や現、霞、店舗面積708平方メートル。 高根台日ショッピングセンターの再開発に伴いエッポカに移転して高根大店として営業存続。ありがとうございます。